ユッスンズ・ハワード・オーローレンツェンは、アメリカ海軍のミサイル追跡艦。2006年9月に、ミシシッピ州のパスカグーラにある VT、ハルター・マリーン社が、艦の建造者として選ばれ、2008年8月に、寄港された。同年10月には、米国の電子偵察能力の向上に努め、今は、個人となった、合衆国海軍研究所の電気技師の名前から、 ユスンズ・ハワード・オロリンゼンと命名された。2003年には、コブラジュディレーダーに代わる新型レーダーの開発が1億3300万ベイドルの予算で決定された後、米レイセオン社が、主契約者、米ノースロップグラマン社が協力メーカーにそれぞれ選ばれ、本館の建造に並行して開発が行われた。収益は2012年1月10日であり、収益後50年以上も経過し、 老朽化したユスンズ・オブザベーション・アイランドの光景である。本館もオブザベーション・アイランドと同様に、米海軍の軍事海上輸送コマンドに所属し、海軍軍人と民間技術者の手でアメリカ空軍の支援を得た任務を実施する。米海軍の完成予想図では主要な観測用レーダー装置として、 監視ー部分にテレメトリー電波受信用アンテナの球場、レドームを前後2個と、船体中央部には巨大な平面上のアンテナ一面が、旋回式と見られる台座に斜めに取り付けられたものが少し離されて前後2機備わっており、中央のレーダーは前が X バンド、後のものが S バンドとされている。前に位置するやや小型の X バンドとされるアンテナは、 上下方向の行深角が変更できるように見えるため、フェーズドアレー式ではない可能性が高く平面式ではなく、パラボラ式の可能性もある。船体中央の還元が低く華奢な印象を受ける。反面、船体長の4分の1ほどを占める後部にそびえる上、構え部分の船室6階ブリッジ部2階という大きさが目立つ。ありがとうございます。